写真拡大。凱旋門賞 G1 3日パリロンシャン。愛国のラブが出走を取り消し、14頭立てで争われた一戦。日本から参戦したクロノジェネシスは7着、ディープボンドは14着に敗れた。記念すべき第100回大会を制したのは6国バトルカーター・タッソ。13番人気 JRA オッズも何のその、大外から A 足を発揮して豪華メンバーを打ち破った。日の丸を背負って有役参戦した2頭だったが、水気をたっぷり含んだ重い馬場に四苦八苦。クロノジェネシスは道中2番手から運ぶも直線で伸びをかき7着、ディープボンドは後方から見せ場を作れず14着に敗れた。国内トップホースとなったクロノジェネシスがターゲットに選んだ欧州の頂き。あえて前哨戦は使わないプランを選択したが、結果には結びつかなかった。マーフィーはペースが速くなりそうだったので、馬群の外から時間をかけてポジションを取りに行った。道中はスムーズに進んでいたし、最後の直線に向いた時もまだいい感じだったが、ゴーサインを出した時加速できなかったと振り返る。斉藤隆氏は重い馬場にのめって最後は疲れてしまいましたと語りました。